それでは、定刻になりましたので、ただいまから生成 AI を活用した患者眼形型、臨床思考型の循環システム、通称 AI 創薬プラットフォーム事業に関する説明会を開催させていただきたいと思います。私は本日進行を務めさせていただきます、医薬基盤健康栄養研究所戦略企画長小池と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに本日の出席者についてご紹介をさせていただきます。国立研究開発法人医薬基盤健康栄養研究所中村祐介理事長でございます。続きまして、地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター松浦成明総長でございます。続きまして、日本 IBM 株式会社執行役員金子達也氏でございます。最後に TXP メディカル株式会社代表取締役で医師でもあります園尾智弘氏でございます。以上のメンバーでございます。それでは早速ではございますが、次第に従いまして事業の説明に移りたいというふうに思います。最初は国立研究開発法人医薬基盤健康栄養研究所中村理事長より、ご紹介をさせていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりました中村です。まず私の方から今日集まりに至った背景で、生成 AI を使って今から何をしようとしているのかという全貌をお話しさせていただきたいと思います。でまずはじめに、人工知能とかデジタルというのはよく取り上げられておりますけれども、本当にこの分野というのはもう今後の医療、日本の医療の成否に関わるような大きな事案であります。で、日本として非常に高齢化が進んでいますので、その中で健康寿命をどう伸ばすのかとか、あるいは最適化、個別化医療をどうするのかで、いくつかありますけれども、今働き方改革に迫られている中で何をすべきなのか、あるいは大災害対策として、あるいはランサムウェア対策としてどんなことをしていくのかと、そのすべてを含めた形で今後の医療を考えていく必要があります。で、この中で人工知能あるいはクラウドを使ったデータベースというのは非常に重要でありまして、で特に日本というのは均質な医療が提供されていますので、その均質な医療の結果をどうして集めてくるのかということで、これから その医療の質、あるいはデジタル化の成否がかかっていると言えます。でなぜこういうことが大事かと言いますと、簡単なことで言うと、医療の現場ではさまざまな人為的なミスがあります。これは人間である以上ミスは回避できないわけでありますけれども、この医療現場におけるミスをいかにゼロに近づけていくのか。で、診断ミス、処方ミス、検査結果が出ているのに、それを見ていない。様々なレベルでのミスを回避するために、デジタルを使ったモニタリングシステムが必要ですし、当然国としては、いろんな有用情報を見つけて、そこから新しい薬、新しい診断法を生み出していくというのは、もう国の国家的な経済を考えても重要であります。で、これはもう私が30年近く前から言ってきたオーダーメイド医療という概念でありますけれども、オーダーメイド医療、個々の患者さんに合った医療を提供するためには、データベースを使いながら目の前の患者さんにどんな治療法が最適なのかを考えていく必要があります。とはいえ、やっぱこれだけ知識が溢れてきて、知識量が増えてくると、やっぱり専門家と医療従事者、あるいは医療従事者と患者や家族の間のその知識ギャップが非常に大きくなってきて、医療現場では説明に非常に時間が取られると。で、患者さん側から取ると何か難しくてわからないというような知識ギャップを解消していく必要もありますので、その観点で人工知能をうまく使っていく必要があるわけです。で、もう一点、右にありますように、日本という国柄、大災害に対する備えをしなければなりませんし、大阪の病院でありましたようにランサムウェアに乗っ取られて、診療が止まるというようなこともありました。したがって診療情報のバックアップをどう取っておくのかということは、
国にとっても極めて重要なテーマであります。で、東日本大震災に限らず能登地方を見ていても、やっぱり患者さんの診療情報が失われると、どんな薬を飲んでいるのかわからないというようなこともありましたので、それを考えると医療情報のバックアップを取るというのは極めて重要です。で、右下にありますように、スマートフォンに自分の診療録を取っておく、あるいはクラウドのサーバーに保管しておいて、何かあっても自分の診療情報にアクセスできるというのは極めて重要で、そういう課題にも現在取り組んでいるところであります。で、私は2018年から内閣府の戦略的イノベーションプログラム AI ホスピタルプログラムのプログラムディレクターを務めておりました。これは言うまでもないですけれども、医療はいろんな分野の融合によって急速に高度化、複雑化、先進化、多様化しています。膨大な知識量を使いながら高度な医療を提供していくということが求められています。でも、口で言うのは簡単ですけれども、そこの赤字で示しているように、医師や看護師さん、あるいは薬剤師さんなどの医療従事者の負担が非常に大きくなってきています。もう医療現場の医療従事者の犠牲のもとに成り立っているという危うい状況に日本は来ているわけです。で、特に高齢化が進み、来年には戦後団塊世代が後期高齢者になるということで、医療の量、医療の需要というのはますます増えてまいります。で、こんな中でも、先ほど申し上げたように医療の質を確保したり、国際競争力をつけたり、あるいは今迫られている働き方改革の中で、どのような形で医療供給を保っていくのかと、しかも質を落とさず保っていくのかということが極めて重要で、皆さんご存知のように、お隣の国の韓国では、腱鞘炎が一気に辞表を出して、もう医療に大きな混乱を生じています。で、やはり我々は医療現場の負担が過度になっているということを解決しない限り、日本の将来はないというような状況に来ているわけです。で、内閣府のプログラムで、私たちが目指してきたのは、高度で先端的な医療を提供しつつ、医療従事者の負担を軽減するという相反することをやらなければならない。その命題に、取り組むとともに、いつでもどこでも誰でもが質の高い医療を受けることができると。で、日本が抱えている地域格差の問題も大きいわけで、で、これを解消するために、一つは AI やデジタルをうまく使うと。今日のテーマのメインがそこでありますけれども、今、急速に進展している生成 AI を使いながら、いかに医療現場の負担を減らしつつ、かつ患者さんの満足度を高めていくのかということが求められているわけで、それと同時に、内閣のプログラムでは、全国に同じような技術を提供していくために、AI プラットフォームというのを作り、医師会に協力していただきながら、全国どこでも誰でもが AI を使えるような環境を目指してまいりました。で、今日の命題とは少し違いますけれども、やっぱり AI やデジタルを使う中で、我々が考えなければならないことは、やっぱり医師の人間教育という部分で、 AI ができても AI ができず人間ができるという部分が相手を思いやる心であり人間性ですので、その人間力を高めるということもこれからの医療では重要になってまいります。さて、私は医学基盤健康栄養研究所の理事長を務めておりますけれども、医学基盤健康栄養研究所というのは、さまざまなものに取り組んでいて、関心のある方はぜひウェブページを見ていただきたいと思います。で、ところが我々はその研究機関であって実際患者さんへのアクセスがありませんので、松浦総長あるいは大阪母子医療センターの倉地総長とお話して、現在我々の研究所は大阪国際がんセンター大阪母子医療センターと、連携しながら患者さんの情報を得て、いろいろな研究をして患者さんに還元できるような体制づくりを行ってきております。で、両センターのとの間で、研究の成果を共有したり、臨床情報の共有をして、患者さんに還元できるようなシステムを作りたいと思って、現在、共同研究を進めているところであります。
で本日はまずはじめにということで大阪国際がんセンターに協力いただきながら、いろんなデータベース特にバックアップを取りながら、患者さんの同意を得た後研究に使っていくという体制の構築を図っております。でリアルタイムで情報を集めるということは極めて重要で研究のためだったらリアルワールドで済むわけですけれども患者さんに実際還元しようと思うとリアルタイムで集めてそれを解析してリアルタイムで患者さんに還元していくというシステムの構築が必要です。でそのために現在クラウドに臨床情報を移すということを行っておりますけれども、まあ、現場としては非常に大変な作業を課すことになりますので今生成 AI を使って現場の負担を軽減するということに取り組んでいます。で左下に書きましたけれどもバックアップデータを取っておくというのは先ほど申し上げましたように災害対策あるいはランサムウェア対策として極めて重要 で今構築しているのはそのデータベースを作るということ でデータベースを使いながら医療の質を向上させていくあるいは生成 AI あるいは人工知能を両者をうまく用いて新しい薬治療法を見つけ出していくということに備えたいと考えています。で特にリアルタイムということで、リアルタイムの重要性を改めて申し上げますとやっぱりどこかに置いておいて研究に使ったらいいというのではなくて得られた情報をもとに目の前の患者さんに最善の治療法を提供していくと最終的なゴールはそこにありますけれどもで医療現場の負担を軽減しながらこの方向で進めていくために今連携をしております。で本日この4社がここに集まっていただいておりますけれどもまたいただいているというと自分に対して敬語みたいで申し訳ないです集まっていますけれどもで集まった理由はそれなりにあります。で先ほど申し上げましたように AI ホスピタルプロジェクトというのを率いておりましたけれども、まあ、その中で私がプログラムディレクターを務めておりまして医薬基盤研究所というのはそのマネージングを行っていました。で本日参加の日本 IBM TX メディカルというのはこのプログラムに参加していた一員でありまして今まで6年間いろんなことを共にやりつつやっぱり今日これから報告していただくことの重要性を認識して医療の質を高めていくということを行っています。でもう一つじゃ あの国際がんセンターはって先ほど連携を申し上げましたけれども私が2003年に始めましたバイオバンクジャパンプロジェクトという東京大学医科学研究所のプロジェクトに、最初の方から参画していただいてそのバイオバンクの一員として大阪国際がんセンターには協力していただいておりました。で、このような関係で、今日集まったのはこの4社が協力をしながら新しい、患者還元型臨床指向型のこういろんな医療を回していくシステムを作り上げようということでお集まりいただきました。で、我々が目指しているのは患者さんに還元するということとやっぱり医薬品の開発などにつなげていくということ で患者さんに協力していただきながらデータベースを構築すると。でもう一方もちろん患者さんのインフォームドコンセントを得ながらいろんな情報を解析してで患者さん薬に効く人効かない人はなぜ違うのかと早くがんの進行する人しない人は何が違うのかというような点を解析しつつ患者さんをこう分類してで患者さんの分類に基づいて臨床研究臨床試験をやっていくということで、治療を早くその薬に合った人に届けるということができると考えています。ただ先ほど申し上げたように新しいものが見つかってもその医療現場に届ける治療法を選択するためにはもう我々の頭の中はオーバーフローしていますので AI の助けを借りながらかつ簡単にいろんなものを説明していくということを構築した上でさらにまた患者さんに協力していただくという形で、まあ、エコサイクルを作り上げて、これから一緒にやっていきたいということで本日集まっております。特に本日のテーマとしては、まあ、患者さんから同意を得るいろんな説明をするということで医療現場の負担を軽減していくということが重要です。で
生成 AI を活用して、いろんな形でリアルタイムでリアルワールドの情報分析をしていくということは、まあ、今後最先端の治療を提供していくで重要でありますので、まあ、こういうことを医療現場に負担をかけない形でやっていきたいと考えております。で、特に皆さん経験しておりますように、まあ、私も病院に行ってもお医者さんはほとんど画面とキーボードしか見なくて、横目でちらっと見ながら説明するというのが今の医療現場の通常です。で、今生成 AI が非常に進んできて、もう話し言葉はテキストにするということがかなり進んできておりますので、普通に目と目を見て話しながら記録を残していく。で、記録を残しておくというのは医療現場では非常に重要ですので、まあ、こういうこともやっていく必要があると思っております。で、もう一点、まあ、ここに看護師さんも来られていると思いますけれども、もう看護師さんは勤務時間の 30% を記録に費やしているというぐらい、もうとにかく記録することに追われて患者さんと対面で何かをするという時間が限られてきています。で、これは内閣のプログラムでいろいろやってますけれども、看護師さんの話し言葉をそのままテキストにしてサマリーを作るということができつつありますので、まあ、その方向でもこれから活動を活発化していきたいと思っています。で、ね、で、実はまあこういう形で、これはコロナワクチンのいろんな副反応を集める予定で作ったものです。まあ、実際使われませんでしたけれども、こういうような AI を使ったシステムだと答えがリアルタイムで集まってくるので、リアルタイムで分析できますし、保健師さんが1日3回電話で聞き取りをするというような、その昭和のアナログ的なことはしなくてよかったはずですし、いろんな情報をリアルタイムで集めるためにもこのような人工知能を使ったようなシステムが重要になってまいります。で、この青で示した3番4番というのは実際集まったデータ、これから集めるデータをやはり生成 AI を使って解析して、新しい薬作りをするとか、薬の評価をするときに患者さんを層別化するということで、まあ、これは今大阪国際がんセンターと一緒にやっていくことでいろんな準備を整えてますし、一部の分野ではすでに始めておりますけれども、生成 AI を使って薬を作るというところまで、今時代は移りつつありますので、そういうことをやっていきたいと考えております。で、もう一つ大事なのは、この左にあるように得られた成果を患者さんに還元するという段階で、やっぱり説明にも大変ですし、その解釈も大変なので、この分野の開発を行っていく必要があると考えています。で、今こう IBM も来られていますけれども、皆さんご存知のようにワトソン君という人工知能を開発されましたので、そのいろんなノウハウを一緒に活用しながら、患者さんに速やかに還元できるようなシステムを作っていきたいと、あるいは説明を人工知能がやっていくというようなことをやっていきたいと考えていますので、まあ、今日はひな型を一つ用意していただいてますので、人工知能がどう説明してどう会話をするのかという実例を聞いていただければと思います。で、これが全体の像で、厚生労働省から配布されているものでありますけれども、このオレンジ色で示した、要するに患者さんに対していろんな説明をしたり同意をしたり、治療法を提供する際に説明していくということをやっていきたいと思っています。で、右に黒でちょっと小さいですけども、皆さんに配布されていると思いますけれども、いろんな AI を使った研究を国際がんセンターと一緒にやっていきたいと思っておりますので、まあ、今日はその説明の部分、あるいはデータを集める部分で、補正予算がついて、その補正予算の中でがんセンター、IBM、TXP と一緒にやる内容についてご紹介させていただくということでお集まりいただきました。私の説明は以上で終わります。はい、中村理事長ありがとうございました。引き続きまして大阪国際がんセンターの松浦総長から ご説明をしていただきたいと思います。松浦総長、よろしくお願いをいたします。はい、大阪国際がんセンターの松浦でございます。ちょっと仕事着のまま失礼いたします。
私の方からは、がん専門の医療機関からの、今一番困っている課題を、この中村先生とのプロジェクトで、映りませんね。その点から必要性、課題解決をするこのプロジェクトであるということを絞って説明させていただきます。私は大阪国際がんセンター、前身は大阪府立成人病センターでございましたが、1959年に設立された、森の上にありましたが、2017年の3月にここの中国の大手前に移転しました。で、昔は理念がいっぱいあったんですが、もう移転した時に理念を、患者の視点に立脚した高度ながん医療提供と開発、理念は一つでいいんだと、この理念のもとに、いろんなことをやろうということを決めました。で、この患者の視点に立脚した高度ながん医療提供開発、今思ってみますと、この高度ながん医療提供の提供というところはできてるかなと思っております。97年から40数年にわたる、患者数、がんの患者数ですね、手術件数、ずっと右肩上に上がってて、特に移転してからは急所に、ちょっとコロナがありましたけど、一時期少し低迷した時期もありましたが、順調に上がってきて、たくさんの患者さんに来ていただいて、たくさん手術をしていることが分かります。これは日本のがんの患者数の多い順番に 10個の病院を並べたものです。左側に2013年から2021年の順位が書いてあります。一番新しいのは2021年のデータで、私たちのセンターは全国で3番目、一番上は国立がん研究センター、今はがん研有明けとなっています。で、こちらが病床数、患者数、平均在日数です。でも私たちのところは長年4位でしたが、2021年に3位に上がって、国立がんセンター、がん研もあと1000人ぐらいで、もうちょっと視野に入ってきたところであります。病床数が少し少ないですので、もう一頑張りしないと追いつけませんけども、数という意味ではたくさんの患者さんが来ていただいて、利用していただいてということで、ありがたいことだと思っております。医療の質を、測るのなかなか難しいんですが、DPC という保険料のシステムがありますが、その中の機能評価係数というのが、各病院の複雑な医療をどれぐらいやってるか、どれぐらい効率化やってるかという評価係数というのがあります。それを合計したものがこれで、これはDPC の1群が大学病院で、2群がその他の病院で、中のがんセンター系を抜き出したものですが、私たちのところは2019年からがん研有明け、国立がんセンターを抑えてトップになって、ずっと1位を維持しています。機能評価ケースで見る限り、質も頑張ってると、いうことが言えると思います。高度ながん医療提供はできてるんじゃないか。で、課題の一つが前半の患者の視点に立脚した、これもみんな頑張ってるんですが、もう一頑張りしないといけないなと思っております。これの評価は難しいんですが、私たちのセンターに患者さんがどれぐらい満足しているか、ネットプロモータースコアっていうのは、もしかしたらマスコミの方はよくご存知かもしれません。顧客満足度の指標だそうで、ビジネスに使っていることが多いんですけど、レストランとかその店屋さんをあなたの知り合いに勧めますか、10点満点で答えてくださいという質問 で9点か10点で答えた人の割合です。普通のビジネスはやっぱり 10%、20%、30% ぐらいらしいですが、病院の場合はやっぱり病気の方が、がんが治ったらそれだけいい点つけてくれるのかもしれませんが、割と高い目 で、2017年からずっとこれをやってますが、2020年は 55% ずっと上がってまして、ちょっと直近が少し下がったので、これはいかんなと思ってるんですが、半分ぐらいの方が私たちの病院を利用していただいて、10点あるいは9点をつけていただいているということで、なかなか10点満点で10点つけていただくのは大変なことだと思うんですけど、満足しているんじゃないかと思ってます。
ご意見箱を患者さんに書いていただいてます。大体はお叱りが多かったんですが、これは黒が謝辞、このオレンジが謝辞以外、お叱りとかいろんなご意見で、ですが2020年ぐらいから謝辞がお叱りを少し上回りだしました。で近年またでこぼこしているので、まあこう下がっているのは何かいろいろ問題があるんだろうなと思って、やはり常にこの謝辞がずっと、まあただやっぱりいろんなご意見あるかと思いますが、謝辞ばっかりでなくてもいいんですけども、まあ上でやってほしいなと思ってて、あとはまあもう一頑張りして定常上となりたいと思っております。患者さんには満足度調査を毎年やっております。いろんな項目で2018年から20年までどれぐらい満足しているか、縦軸にありますが、まあ大体はまあまあ高いんですけど、やっぱり低いものがありますね。診察までの待ち時間、医療スタッフの対応、検査、売店、案内掲示、まあちょっとずつ右肩上がりに上がっているのが多いですが、まあ低いのはやっぱりちょっとまだ問題かなと思っています。この中でちょっと私が心配しているのは、この医療スタッフの対応というところで、医療スタッフの対応に対して 50% ぐらいですね、だから2人に1人は満足してないということを示していると思います。で、これは全国の調査です。患者体験調査という全国の、プロジェクトがありまして、2017年に行ったものですが、全国のがん拠点病院160億の病院7080人にいろんな40項目に及ぶいろんな質問をして、でその中で、まあ、大体がこれについてどう思いますかって言って、とても思う、ある程度思うっていうのが、まあポジティブな答えということで、そのパーセンテージをここに書いてます。でここにちょっと医療スタッフとのコミュニケーションについてのパーセンテージを書いてるんですが、がん治療を進める上で医療スタッフと十分な対応ができましたかって患者さんに聞いたら、まあ、とてもできた、まあまあできたが 67%、 あなたに関して治療する医療スタッフなら十分に情報が共有されていましたか、これが 69%、 医療スタッフはあなたの言葉に耳を傾け理解しようとしてくれました、これが 72%、 治療におけるあなたの希望を尊重された 74%、主治医以外にも相談しやすい医療スタッフがいた、これが半分ぐらいしかないんですけど、まあ、一応こういう数字が出てまして、まあ、こういう項目が、まあ、患者さんと医療スタッフとのコミュニケーションを取る指標として、まあ、国は使っております。で、まあ、7割前後、まあ、厚労省はまあ7割前後だからまあまあじゃないかという評価なんですが、私はまあこれ裏返したらただ3割の人が あんまりそう思ってないということですよね。で特にこの、医療スタッフ自分で対応できたかというのはちょっと70を切ってて低くって、やっぱり十分にコミュニケーション取れてない、あるいは、まあ、主治医は相談しやすいかもしれないけど、それ以外はあまりこうやりだうまくいかないということを示しているんじゃないかなと思って、まあ、私たちの病院の先ほどのこの医療スタッフの対応とも合わせてですね、やはり患者さんへの対応がまだまだもう一頑張りせなあかんなと思っております。で患者さんの声を、いろんな声を、まあ、見ますとですね、やっぱり医療者に対するコミュニケーションを希望している声が非常に多いです。もっと話を聞いてほしいというのがすごく多いです。ただどの中に忙しそうにして声がかけられない、しょうがないかな、お医者さんあんなに走り回ってるし、看護師さんも忙しそうにしてる、そういうのが、まあ、諦めのようなものがあります。で一方私たち医療スタッフからは、仕事が多すぎて時間が足らずにとにかく忙しいといつもみんな言います。今中村先生から の話がありましたが、働き方改革でこれから労働時間を減らすように、まあ私たちも言っておりますが、仕事が減らないとこれは無理だというような悲痛な声もあります。で何がやっぱり原因なんかと言いますと、自分の専門の仕事はまあ当然自分がやるわけですけど、それ以外で時間を使わなきゃならない業務が多すぎるんじゃないかという声が多いです。特にこの4つ、こう IT 化されて入力する業務がすごく増えました。さっき中村先生もパソコンに入力のことを言っておられましたし、いろんな文章を作成しないといけません。もう作成しなきゃいけない文章が山ほどあります。会議が多いこと、患者さんへの説明、この患者さんへの説明は大事なんです、大事なんですけどもですね、
説明がものすごく多いんですね。本当に病状のこと、患者さんのいろんな心の痛みのことを説明するのは、それは大事なんですけど、形式的な説明もいっぱいありまして、しかも 何回も同じことをしなきゃいけない。で、こういうのは、まあ今全部医師がやってるんですが、もうちょっとなんとかないかというのがずっと考えておりました。で、今回、この共同研究プロジェクトは、この入力する業務、文書作成、まあ、会議はちょっと難しいと思うんですけど、患者の説明、こういうところを解決してる、非常にのがもう最初に説明ありましたけど、非常に期待しております。こういう時間が減るとやっぱりみんなやっぱり患者さんに寄り添いたいと思っておりますので、もっともっと時間をかけられると思います。それから、もう一つこの開発というところですね。高度ながん医療の提供と開発、がん医療は随分良くなりました。私や中村先生は40数年前からもうがん医療やってますが、当時は5年生存率2割台でしたけど、もう今一番新しいデータで 66%、 現時点は多分7割ぐらいの方が 5年生存を達成してるんじゃないかと思っております。ただ裏返したら3割の方が5年以内に亡くなってるわけで、今の医療の提供よりももっとさらに上を行く医療を開発することは、私はがん拠点病院の全てのがん拠点の役目だと思っております。で、私は大阪国際病院は過去にどんながん医療の開発に貢献してきたかなと思って調べますと、まあ古くはもう今胃のレントゲン診断あんまりしない時代から、知らない方多いかもしれませんが、遠隔操作の X 線テレビの実験装置を開発したのが、実は私たち大阪府立成分では世界で初めて、検診者による胃集団検診が開始されました。がん登録も初めからやっておりますし、胃カメラの色素法の開発、骨髄移植を最初に成功したのも私たち の施設です。ただこれ以降ですね、世界に発信する新規のがん医療開発は見られません。みんな提供には頑張ってるんですけども、今の現状よりさらに上に行く開発がやっぱりまだできてないというのが大きな課題です。で、そういう将来がん医療に関する研究が出ていない。それからですね、私たちはたくさんの患者さん、1万人を超える患者さんに利用していてますが、その診療データがもうすごくたくさんあるんですけど、十分に活用されておりません。で、手術も年間5000例ぐらいやってるわけで、がんの場合は必ずサンプルが手に入りますから、そのサンプルは無精査されておりません。で、今回この中村先生のご説明ありましたように、この共同研究で AI を用いた医療情報データベースを作る、あるいは患者サンプルのゲノムをはじめとしたいろんなオミックス解析をして、いろんなたくさんのデータが取れると思います。それをやることで、さらに上を行く医療ができるんじゃないかと思っております。現在はこの患者列に立脚した後、開発がちょっと小さくなってて、高度ながん医療の提供が、まあ、少しこれだけは先走ってるんですけども、今回のこの共同研究の成果によって、これも前も後ろも大きくなって、それで私たち大阪国際病院の理念が実現できると思っております。で、これは私たち大阪国際病院の理念ではありますが、がん拠点病院は全てやっぱり患者さんの視点ということは必要ですし、高度ながん医療の提供だけではなくて、新しいことをやっていかなければいけません。この私たちのこの仕事研究の成果がモデルになって、全国のがん診療拠点病院に波及することを、心から願っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、松浦所長ありがとうございました。引き続きまして、日本 IBM 株式会社の金子様からご説明をいただきたいと思います。金子様、よろしくお願いをいたします。日本 IBM 金子でございます。本取り組みにおいて生成 AI の開発構築を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、本日私から説明させていただく内容でございます。本取り組みで IBM が実際に何をするかといったところをお話しさせていただきまして、次にこう具体的に開発構築を進める生成 AI アプリケーションについて一部デモを交えながらお話しさせていただく予定です。
そしてまた政和、令和6年度のですね、スケジュールについて共有させていただき、まあ、最後にまとめという形で進めさせていただきます。こちら本取り組みにおける IBM が参画するミッションを左側に記載をしております。まあ、弊社 IBM AI をですね、世に出した先駆者といたしまして、その技術の進化を先取りして、この会話型を得意とするこの生成 AI の、それをですね、医療の現場でこう活用できる世界と、そういったことを実現していきたいと考えております。具体的には患者様の説明 AI、 そして同意取得の AI、 そして問診の AI、 また会話型看護婦の音声自動 AI、 そして書類作成、サマリー作成 AI と、こういったこう開発を進めていく予定でございます。では具体的にですね、この4つの AI アプリケーション、どういう形で開発していくか、その利用形態も含めて説明をさせていただきます。1つ目は患者様への説明と同意取得を支援する AI でございます。先ほど松浦先生からもお話ございました、データ利活用のための同意取得、当たり前でございますが、患者様の同意取得必要でございます。そういったところは非常にこう負担がかかっているところをですね、生成 AI とその AI アバターを組み合わせた、いわゆる双方向性のですね、会話型システムを開発して、 AI がこの説明をこう一部担うことでですね、医療現場の負担の軽減を図りたいと、そういうふうに考えております。また乳がんのですね、中山先生とこう意見交換をさせていただく中で、乳がんの手術年間600件ほどあると伺っております。現在こうビデオを用いて患者さんに対して疾患の説明をされておりますが、その説明をですね、生成 AI を用いて患者様が診察前の自由なタイミングでですね、それらを見て、まあ、疑問点は生成 AI にこうぶつけてですね、対話形式でやり取りすることによって、その疾患に対する理解、そういったものを深められるような AI アプリケーションというものを作っていきたいというふうに考えております。でこちら2つ目、問診支援 AI でございます。従来はこう病院さんに行ってからこの問診票を記入するといったプロセスをこう LINE の前にですね、このウェブ問診できるような仕組みをご用意をさせていただきます。その問診結果をこの生成 AI が解析することによって、その先生方がですね、診療前にその患者さんの状況をこう事前に把握することができると、こうよりこう患者さんに寄り添った診察というものが可能になるのかなというふうに考えております。3つ目は会話型看護師音声自動 AI でございます。今年度からこちらではモバイル端末導入されているというふうに伺っております。音声で看護メモを記録可能にいたしまして、看護業務の効率化をご支援したいと、そのように考えております。また当日のですね、始終形をですね、対話的に確認できるようにするなどですね、いわゆる電子カルテの参照をこうモバイル上で容易にすることができて、これまでこうナースセンターに戻って PC で検索してその情報を確認すると、こういったこれまでの働き方とは違う形をぜひ提供していきたいなというふうに考えております。で、4つ目はこちらも先ほど松田先生からお話しございました、書類作成のサマリー、そして AI でございます。生成 AI を活用して、こういった単位サマリーであったり、こういったこう文章を本当にお役に立てるのではないかというふうに考えております。で、最終的には働き方改革と。こういったところまで持っていきたいというふうに考えております。次に AI アプリケーションの成果物イメージをですね、デモをこちらご紹介をさせていただきます。こちらはですね、乳がんの外来の初診患者様に向けた疾患説明の生成 AI バージョンのデモ版でございます。現在こちらで使用されている説明動画であったり、あと乳がんの学会のガイドライン等をこちらの弊社の AI で読み込ませて、 LLM 大規模言語モデル、こちらも IBM 製を使ってですね、構築したデモ動画でございます。中山先生のお名前をご了承いただいておりますじゃあ行きます。こんにちは、大阪国際がんセンターの入院者会分泌外科の中山です。入院中
治療に関する解説動画をご覧いただき、ご質問がありましたら、動画を止めて私に質問してください。入国治療の応援についてです。入国治療の治療と、入国のスピードや、ラブコースの効果的治療が、手術で減らすことに可能性がある、大腸がんを治療して、入国治療の治療を受けやすい、不安を感じる方もあると思います。これ実際質問をしているおります。ありがとうございます。抗体薬治療による脱毛の可能性についてですね、脱毛が起こる抗がん薬と起こらない抗がん薬があります。専用の医療機器で検温した冷却液を専用カップに流し、頭部を冷やすことによって脱毛を抑える抗菌対策を専用して抗がん薬治療を行っている。こちら実際ですね、乳がんの学会のガイドラインからですね、この生成 AI がこう引っ張ってきてこの患者さんに説明しているといったシーンでございます。でこのように双方向のですね、説明質問をこう円滑に生成 AI が支援させていただくことによって、まあ、私なんかもそうなんですけど、偉い先生にこうこんなことを聞いていいのだろうかですとか、そういったこう患者さんどなたもこう遠慮があるかと思うんですよね。まあ、そういったものも含めて取り除いてあげて、この疾患に対する理解を深めて、同時にこう不安も和らげられるような、こういそういったこうシステムを作っていきたいというふうに考えております。でちなみに従来の生成 AI との比較でございますが、まあ従来の生成 AI ってこう公表されているいわゆるビッグデータをガサッと取ってきて分析をかけてこう答えを出すといったやり方でございますが、まあ、必ずしもこの全ての情報が正しいわけではなくて、こうタイムラグというのも存在いたします。IBM ワトソン X はこうデータソースをこうフレキシブルに柔軟に定義することが可能になって、例えば乳がんであったら乳がんの学会のガイドライン、大腸がんであったら大腸がんの学会のガイドライン、そういった形でデータソースをこうフレキシブルに定義することができると。その結果、高い透明性の回答であったり、こういった信頼の高い回答を導き出せると、こういったこうアドバンテージが出せるのではないかなというふうに考えております。こんにちは。はい、次に問診 AI ソリューションの説明に移ります。こちらの動画ではなくて、静止でございますが、先ほど申し上げたような第一の利点といたしましては、来前に自宅でウェブ問診を受けることができます。その問診記録を電子カルテ上のデータと連携して、この問診の生成 AI エンジンで解決することによって、その診察前にですね、サマリされた状況をこう医師に提示することが可能になります。医師はですね、そのサマリを見て、例えばこう気になるその副作用状況であったり、こうさらにこう質問を投げかけるといったことも可能になります。今回この4つの生成 AI のアプリケーションでこう一番チャレンジングなものはこの問診 AI なのかなというふうに思っております。患者さんの説明ですとか同意取得はある程度こうプロシージャーといいますか、それがこう定例化されておりますが、問診ですとやはり患者さん一人一人、まあ症状であったり治療方針というものが異なってきますので、やはりこの患者さんはこういったことを気をつけないといけないといった、この先生方の知識ですとかナレッジをある程度こうルールベースで作りながら、プラス生成 AI でこういわゆるハイブリッドな形で開発をしていくと、そういったことが必要なのかなというふうに考えております。はい、これが実際、まあ、こういった形でですね、問診によってこの患者さんの皮膚に関する副作用の状況がこう報告されて、これを生成 AI がどんな皮膚の状況ですかといったことをここ患者さんに尋ねていってですね、合わせてこの関連のまあマニュアルですとか、まあそういったこう情報も提示しているような、まあそんなイメージでこう右下のようにですね、やっていくと、まあそういった診療のシーンを想定をしております。はい、こちらですね、音声自動入力の AI がどのようにこう看護師業務の効率化にこう貢献できるか、ちょっとフローを使って概要説明させていただいております。
冒頭に中村先生がおっしゃっていただいたこう AI ホスピタル事業でですね、こちら開発されたものを用いさせていただく予定でございます。すでにこちらの38万語の医療用語を読み込み済みで、精度についても 94% ほどの精度が出ております。今後はですね、国際がんセンター様の看護師の方々とどういうシーンでどういった活用していくかといったこう議論を進めながら、こういった構築というものを進めていく予定でございます。はい、こちらが今後の令和6年度の取り組みスケジュール案でございます。3月中旬より開始となっており、すでに先ほどデモとか先走って作っている状況でございますが、検証、開発、評価のですね、3ステップを経て、がん領域においてですね、医療で活用される生成 AI のアプリケーションを順次開発、実装していく予定でございます。はい、こちらの私の最後の説明資料となります。生成 AI 比較的新しいテクノロジーというふうに言えますが、今年 のダボス会議13のテーマのうち3つがテクノロジー関連で、そのテクノロジー関連で全て生成 AI が議題でございました。また現在のですね、日本と米国における株高、これ生成 AI 関連企業が牽引していると言って過言ではないかというふうに思っております。本取り組みでは IBM としてその生成 AI の可能性を最大限に生かし、リスクを最小化してこのアプリケーションの社会実装への道筋をつける、これが我々 IBM が生成 AI 開発者として参画させていただくミッションであると考えております。可能性を最大限に生かすといった点でございますが、やはり今回医療という点でやはり専門性の高いソリューション開発が求められます。先ほど申し上げたようにデータソースをフレキシブルに定義することが求められます。乳がんであったり乳がん、そして大腸がん、そして肺がんといったところで、ワトソン X は一つのプラットフォーム上で用途に合ったデータソースというものを定義管理して、より高い精度と透明性のあるソリューションと、こういったことを使いながらこの可能性を最大限に引き出していこうと、そのように考えております。でまたこのリスクをですね、最小限に抑えるということでございますが、この生成 AI 患者様への説明ですとか QA、 この生成 AI かなり部分代行できる要素はあるというふうに考えております。ただしかしながら最終的な同意取得は医師の方が行うかですとか、医師の立ち会いのもと行うかですとか、こういったプロシージャーをですね、綿密に大阪国際がんセンターの方々と詰めることによって、この生成 AI のリスクというものをミニマイズ、最小化していきたいと、そういったことも考えながらやらせていただきます。そしてこの社会実装でございます。この本取り組みで構築するこのいわゆる大阪国際がんセンターモデルをですね、他の医療機関でも使用いただけるよう、これは中山先生 の受け売りでございますが、やはり東京ですとか大阪といった大都市には専門医の先生方がいらっしゃるんですけど、やはり地方行くとそこまでいらっしゃらない、ただその患者さんはどんどん増えていると、医療のアンバランスが生まれているといった状況と聞きます。こういったアプリケーションをですね、そういった地域にも展開をさせていただいて、そういったアンバランスを解消していって、本当に真の社会実装を目指していきたいというふうに考えております。はい、私からの説明は以上でございます。ご清聴いただきありがとうございました。はい、金子様ご説明ありがとうございました。最後になりますけれども、TX メディカル株式会社の園尾様からご説明をいただきたいと思います。園尾様よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。本プロジェクトにおいて技術サイドで参画するスタートアップ企業であります TXP メディカル株式会社代表取締役の園尾と申します。我々ですね、実は救急医療にフォーカスを置いたスタートアップベンチャー企業でございますので、なぜ
あなた方が癌領域に入ってきているのかと、でなぜこのプロジェクトに関わることになったのかというところですね、まず我々が強みを持っているところ含めてご説明させていただいた上で、本取り組みにおいて我々が貢献する価値というところに関してご説明させていただきたいと思います。当社は医療データで命を救うというのをミッションに活動しております。でこの医療データで命を救うというところは、私自身が現役の救急医ですので、まず救急領域でこのような取り組みを進めてきて、でその先にこの医療データで命を救うという取り組みはですね、がん領域等にも広がっていくというようなところは会社創業当初からやってきております。また先ほど中村先生の方からご説明があった AI ホスピタルにですね、2018年に採択されまして、一方会社は2017年の8月創業でございますので、まさにこのような AI ホスピタルのプロジェクトを通じて、私会社を育てていただいたというふうに思っておりますし、現在は医療従事者かなりの数を含むですね、正社員75名くらいの、企業になってきておりまして、救急領域に閉じない広い医療に向けた取り組みができる、そういったベンチャー企業になってきたかと思っております。今回の取り組みに関わらせていただくコアのチームメンバーを中心に紹介させていただきます。私は先ほど申し上げました通り、もともと救急集中治療医でございます。それからですね、がん診療専門医の佐藤というものがプロジェクトに参画させていただくんですけれども、彼も現役のがん診療専門医で、やはり忙しい臨床業務の中でどのようにデータを集めていくのかというようなところに関して、現場レベルでなかなか変えていけないところをですね、このような IT ベンチャーで変えていくという強い思いを持ってやっております。でそれからですね、我々、クリニカルリサーチであったりとか、システム開発であったりとか、こういったところに関して非常に強い、思いと技術を持ったチームでですね、本プロジェクトをサポートさせていただこうと思っております。ちなみに何をやっている会社なんですかというところですと、実は救急の会社でございます。で、こちらですね、病院の救急外来という場所をデジタル化していくというような取り組みが最も我々長くやってきていることで、この左上が日本で一番救急車を受けている湘南鎌倉総合病院の実際のホワイトボードなんですね。で、電子カルテが入って10年以上経つ病院であっても、救急外来の業務ってホワイトボードのままなんですね。で、ここって大きな課題が見えていて、誰もがデータは集まった方がいいし、業務が楽になってより幸せに働きたいし、患者さんと向き合う時間を増やしていきたいというふうに思って医療従事者働いてるんですけれども、実際にはこのようなアナログの状態になっていると。で、これは現場の医療従事者としても何か変えたいんですけども、なかなかそれが難しいんですね。ですので、このような医療における DX というのは、なかなかその旗を掲げて技術があったらできるというものではなくて、どのようなユースケースで何をやっていったらできるのかという現場に根ざした視点というのが最も重要になってきます。で、私どもこのような取り組みをですね、全国で進めてきておりまして、まあ、創業5年になるんですけれども、現在大学病院の救命センターというところではシェア 35% に及ぶようなプロダクトの創出を実現しています。で、少し似たような話になりますけれども、救急隊に対してもですね、アプリケーションを配っています。で、この救急隊とか救急外来っていうのは、特に医療分野の中でも業務をデジタル化するのが難しい領域なんですね。で、我々このような領域で医療従事者、現場従事者が実際に使えるアプリケーションを提供していくことで、おそらくこのナレッジ技術というのは、がんセンター内での業務を支援していくところにも確実に利用可能なものだというふうに思っておりますし、実際2018年からの AI ホスピタルのプロジェクトでも、このような我々の救急領域で培った技術をですね、さまざまな他の病院領域に応用していって、一定の成果を得ることができていると思っています。もう一つ私たちが強みを持つところはデータの標準化になります。現在ファイヤー企画等の企画のお話、標準化という話がですね、医療領域非常にホットな話題になっていて、
で、ただここも AI を走らせるにあたってですよ、例えば特定の検査値についた項目コード、実は病院によって全部違うんですね。富士通と NEC で全部違うみたいなことが結構往々にして起こっています。で、FIRE 規格というので標準化できている部分もあれば、なかなか完全に標準化できていない部分もあったりして、AI を走らせる前提になってくるのはこういったデータの標準化になります。で、私たちですね、非常に大変ではあるんですけれども、この全国の救急で構築したクライアント病院との関係性の中でですね、医療機関の救急に限らない全ての診療科の電子カルテを標準化構造化してですね、データウェアハウスを構築していくということをやっております。で、このナレッジを生かすことによってですね、大阪国際がんセンターのデータベースに対してしっかりとした標準化構造化を実施していって、で、そこの上で IBM 様の LLM AI が走れる、そういった基盤を構築するというようなところの役割を果たさせていただこうと思っております。で、実際このようなデータの標準化、電子カルテのデータを標準化するということを言っているプレイヤーはかなり世の中に多いわけですけれども、私たちそれ確固たる実績を作ってきておりまして、現在全国で30病院ですね、その多くが400床以上の大病院になりますけれども、400床以上の大病院の、魔境と申しますといろいろ怒られてしまうかもしれませんが、魔境と言えるような電子カルテのデータとですね、日々格闘していきながら30病院1000万人に迫るデータをですね、標準化するということを実現してきております。このような医療現場に根ざした LLM AI を用いた入力支援技術のセンスのいい開発、それから医療データを標準化するという技術ですね、ここを組み合わせて本プロジェクトに参画させていただこうと思っております。こちら私どもの構想しております中村先生の方から紹介のあった全体図の少し細分化したものになりますけれども、我々の方としましてはですね、この左側にありますように電子カルテのデータを利活用可能な状態にするようなデータウェアハウス、標準化データウェアハウスをまず構築してまいります。これが左寄りの赤枠の中になります。で、この赤枠の中のデータをですね、将来的な多施設での統合等も含めた形でクラウドのプラットフォームにリアルタイムに転送していきます。で、先ほどですね、お話がありましたように、このクラウドのプラットフォームというのはいわば電子カルテのリアルタイムレプリカになりますので、災害時等の利活用もできると、そういったようなデータベースになります。で、このいずれにもですね、 LLM を組み合わせることができると思っておりまして、先ほどのIBM 様からプレゼンがありましたようなデータ入力の支援という場所ですね、これが左側の赤枠の中の AI と書いてある場所ですね。いわば医療データを集めるのはみんなの夢ではあるけれども、忙しい現場の中でどうやって集めていくのかというところに対する解決策は、医療従事者が通常通りに業務を行ったらそこからデータが集まる仕組みを作っていく。で、この集まる仕組みを作るために最も重要なファクターが LLM 技術であるというふうに考えています。で、また右上の右というか真ん中あたりですね、真ん中あたりに書いてある AI は、これは標準化されたデータがクラウドにアップロードされた後に、そのデータを LLM によって重要な研究上重要な新たな知見創出に重要な情報を自動抽出する、そういったところにも AI 技術を活用していくこと、これを想定しております。まさに LLM 技術の登場というのはですね、非常に大きな技術ブレイクスルーで、これによって我々がずっと構想してきた医療現場が幸せに働けて、患者さんに対しても価値を提供できる医療を、しっかりと実現していくことができるんじゃないかなと思っておりますし、我々としてはここにフルコミットで、貢献できるように尽力していく次第でございます。本件の実際の推進体制スケジュールに関しては、先ほどお話ししましたようなプロジェクトマネージャーとして実際に臨床現場も分かる人間をですね、中枢に据えて、しっかりと技術と現場に両方に、根ざした体制で進めてまいりたいと思っております。私から以上とさせていただきます。ありがとうございました。